キシコに入国できました。結構サクッとあっさり入国できましたね。陰性証明、ワクチンパス、そういったものを提示は求められませんでした。はい、これからウーバーでサクッとホテルに向かいます。SIM カードをね買いましたけども、 SIM のショップがあるというよりはコンビニで買うスタイルでした。それでは、ドイツフランクフルトから12時間のフライトでメキシコシティに着きました。なんかワクワク感、インドほどカオスではないけれども、なんか怪しい雰囲気が漂ってるんですよ。でもね、悪くはない。なんか屋台とかも多くて、なんかすごい気になりますね。ワクワクしますね。それではしばらくメキシコ編にお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。朝のねフルーツジュースをいただきたいと思います。いやー、インドぶりだな。こういう現地の野菜とかフルーツを生絞りでいただけるところ、いや楽しみ。いやもうこれで野菜が取れちゃいますからね。あー美味しい。かっこいいですね。いやーメキシコ来たっていう感じしますね。メキシコ編はソカロ広場からスタートします。まあ、中米自体が初めてだからっていうのもありますけど、今まで味わったことない雰囲気。いや素晴らしいね。まあ、ここはメキシコにおけるまさに中心地でしょうね。シンボリックな広場だと思います。というのも床磨きめちゃくちゃやってますからね。本当に大切な広場なんでしょう。ここはもうめちゃくちゃこの地面をこすって洗ってますから、もうあちこちで掃除してるんですよ。この広場はちょっと来るだけで感動しますね。なんかデモとかいろんなことをやる場でもあるみたいですね。いやーすごいわ。
やらメキシコは外でもマスクをする必要がありそうですね。なんか道行く人みんなマスクしてますね。なんでマスク私もしましたけど、むしろ外でマスクしてない人がいないぐらい、ちょうど今の日本みたいな感じですかね。ちょっとヨーロッパから来るとちょっと今までにない雰囲気ですね。外でも必ずマスクをしてる、そんなメキシコシティです。市場が立ってますね。なんか活気があっていいですね。雰囲気ありますよ。タコスもね、本場のタコスを食べてみようかな。さあ、じゃあ本場のタコスをいただきましょう。トルティーヤをね、え、これトルティーヤ？違う、トルティーヤじゃないの、これサルサ。ちょっとね、辛いのもちょっと入れましょう。さあ、行きますよ。デリシオーソ、めちゃくちゃ美味しいですね、タコスが。これは衝撃。インドで本場のカレーを食べた時以来の衝撃。美味しいっすね。なんかタコスでも色が違いますね、色がね。Hola, ¿de qué haces? Mae. Para que vean, me da buena calidad. Hola, ¿cómo estás? Rico, rico. Chingón. ¿Chingón? Chingón. Hey, mire, chingón, hijo de su puta madre. 肉たっぷりで、ソースかけるんですけど辛すぎない、全然大丈夫ですね。どうぞ。あー、もうね、搾りたてのジュース、それが一番ですよ。まあスペインだったらもうこれ一杯で600円とか500円しますからね、まあ安くても3ユーロ、まあ、450円とかしますから、これがだから120円、搾りたて120円です。あー、いいわ、屋台飯、あとはジュース。いや、健康に過ごせそうですね、メキシコ。あとメキシコの市場はメルカード市場は結構トイレが結構あるのがありがたいですね。ちょこちょこトイレがあるんで、まあトイレの緊急事態がなくて済みます。これはありがたい。ただ有料なんでコインを持ってないといけませんね。3メキシコペソ、もしくは5ですね。
30円とかそれぐらいです。